コスプレではなかったんですね。そうですね、はい、コスプレではないすいません、私も夏休みの小学生コスプレみたいな感じになってますけどね。いやいやすいません、ありがとうございます、はい、ある意味でその町の中でずっと、お寺を、なんだろうな、もうずっと代々、まあ、そうですね、400か300年ぐらいはもう僕で13代目ぐらいになるんで13代目、400年ぐらい続いてる、まあ、そうですね、そのぐらいは続いてるところです。それだけ歴史のあるというお寺をやってる中で、令和っていうキーワードが出てきた時には、周りドン引きみたいなことなかったんですか？あのね、はい、実はあの令和新選組の支持者めっちゃ多いんです。うちの仏教の、その特に、住職とかであったり、あるいは、その深く教義を知られている方はすごく令和新選組の親和性が高いということを言われてるんですね。実際そのうちの、相寺という、まあ、近くのお寺あるんですけれども、そこの住職も令和新選組いいよねって言ってはりますし、辰野の方にあるお寺からも、選挙の時にいいぞいいぞ言うて出てきてくれはった人いるんですね。だからすごい本当に令和新選組のその考えと、まあ、仏教の考えというのは近いである、近いと、そういうふうに思っております。なるほど、ありがとうございます。皆さんお聞きになりました、ね、そのそれだけのものと何かこうつながりがあるというか、もう考え方というものがね、何かしらこうクロスする部分があるということですね。普遍ということでございますか。ありがとうございます。というわけで今後もですね、ぜひ、活躍